はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回から1年目シーズンが開幕いたします。前回の実況でね、ピーマンの入団したチームが決まりました。シカゴホワイトソックスですね。その AA のバーミンガハムバロンズ、こちらのチームになります。今回はね、 AA ピーマンデビュー戦を実況していきます。やってきた。 AA ですがね、もう完璧なピッチングを披露してね、すぐにメジャー昇格いたしますね。こんなところでくすぶってる人間ではないのでね。 AA の割には結構入ってるね。どうなんだろうね、リアルでもこんな感じで入ってるのかな。結構客がいるという、緊張するね。わーわーわー、結構どころかめちゃくちゃいるじゃねえか。いいか、ビュン、いいね。変化球は3つですね。カットボール、カーブボールと、これスプリットかな、うん、多分そうだと思います。落ちる球ですね。こちらの3つのみでね、頑張っていこう。まあ変化球はね、多分後で覚えらせれると思うのでね。さて先頭バッター、右バッターか。うわ、もうね、メジャーリーグの選手体がごついね。どのバッターもホームラン打ちそうな感じするわ。1番2番3番4番5番6番関係なくね。どんな打順のバッターでも体ごついもん。ちょっと身体能力の差を感じるね、うん、体の差をね、体格の差を感じちゃいますが、人種の差ですね。だが私は抑えるよ。でも私も外国人ですけどね、アジア人ではないですよ。 OK、 ナイスナイス7年ナイス、今ナイス、いいとこ決まったね。カーブボール見た、リプレイはないね。リプレイはないが先頭バッターうまく決まった。あのね、内角にストンと落ちる球、俺でも打てないね。いや俺も打てない、俺でもっておかしい、俺も打てないね。あんな綺麗なとこに決まったら、そりゃそうよ、すごいとこに決まったからね。やっぱカーブボールが一つこのピーマンの武器になるでしょうな。ここは当ててきたか。おお、打球飛ぶな。逆方向なの、飛びまくり、マジっすか。何なんだあの打球は。決まった、配列いただきました。スプリットボールですかね、うまく落ちてくれたね。2者連続三振、1回からナイスピッチングを披露しとるよ。あ、ちょっと小柄な外国人。 OKOKOK、 キャッチャーゴロ、キャッチャーゴロ、イエース。1回完璧なピッチングでございました。三者凡退、そのうちの2アウトは2者連続三振とね。いいね、最高の立ち上がりじゃないか。さて4番ですね。うわ、なんかちっちゃく感じるな。なんだろうか、なんかちっちゃく感じる、なんか違和感覚えるね。危ない、ど真ん中。このパープル君とかプロスピと違ってね、あのコントロールがね結構あやふやなんで、自分が指定したコースに行ってくれないんだよね。危ねえ、ファーストベースカバー入ってなかったけどアウトね。よかったよかったよかった、打球は強かったがファーストうまく取ってくれたね。先頭バッターをファーストゴロでございます。ございます。ワッツ、審判、審判取ろうよ。今作はね、この MLB14 ですか、はですね、かなりリアルなゲームで、まあ、前も言ったと思うんですけどね、誤審とかも結構あるんですよね。乱闘とかもあるのかな、誤審とか結構あるのね、その辺いいよね。パブロ君とかね、プロスピーもね、なんかそういう部分でリアルにしてほしいよね。グラフィックばっかじゃなくてね。ああ、ここはファーボールを与えてしまって、ダメダメダメ。ファーボールはイラつくからね。ちょっと精神的に参っちゃうから、与えちゃダメ。ここに来て先頭バッターじゃないね。5番バッターを塁に出してしまった。高め釣り球振ってこい。ゲッチュー、ゲッチュー、うまく決まった、ナイス。でもね、やっぱパワーある選手たちが揃ってるので、高めというのはちょっと恐怖を覚えるね。一歩間違えばホームランですからね。もうストライクが入らない、カットボール、リベラ並みのカットボール、カットボール、内角をえぐるカットボール、当たったら怪我するぜアンちゃん。ゲッチ、いいね。さて2-2か。いやもうここは決め球、ピーマンの決め球、カーブボール、イエース。最高に気持ちがいい、ナイス。この回ちょっとランナーを与えてしまいましたが、ゼロピッチング、チームは援護なしね。もう無援護とかやめようね。AA 先発デビュー戦ですからね、初めての試合で無援護で勝利投手になれないっていうのはね、もうこれはいかがなものかと思うね。俺はね、黒田じゃないからね、黒田もかなりの無援護ですけど、私は黒田のような人間にはならないよ。毎試合勝利目指していこうよ、マー君並みにね。24勝、これいいね、0敗。
そんな感じね。がここは先頭バッターヒットを許してしまった。いい打球だな。全然違うとこ行ってるね。同じ球しか要求してこねえキャッチャー。まずい。ライトの打球は取れるか。うわー、オーマイガー。危ない。ナイスダイビングキャッチ。あなたはイチローの生まれ変わりか。見て、今のファインプレー見ていこうよ。うまく取ったね。ほう、最高、最高のプレーだ。もうこれは賞賛を送るね。ただね、その後の送球があまりよろしくなかったあのね、その後送球が乱れてね、中継がちょっとミスりましたから、下手にちょっと中継が取ってなかったらね、どえらいことになってたよ。この打球もライトに打たれた。ちょっと打たれ出してきたね。まずいぞ。現在2アウトかな、ノーアウトか、1アウトかな、どうだろう。ワンアウト2塁1塁か。いや、もう俺は初球からカーブボール投げるよ。ちょっとスプリット多用しすぎてるね。この打球は切れてファール。グラサンかけてんじゃねえよ。なんでグラサンかけてんだよ。バッターボックス立ってる時になんでグラサンかけてんだよ。オーケー、カットボール決まった。何、いいとこ決まったんだけどね。今ちょっと1球外そうかな。1球ちょっと低めにポツンと入れとこう。ほい、ダメ。キャッチャー。オーマイガー。それを取れないような人間になるなと俺は教わったけどね。カブボール、三振しかないよ。どうだ、この打球は。あー、ダメだ、1点入ったか。先制の1点を相手に与えてしまった。ショートゴロの隙に1点ね。失点1か。まあ、1点ならまだし、全然いいですからね。味方の援護というのは当然ありますから、ないっていうわけないから、ないわけないよ。必ずあるからね、信じてピッチングしようよ。仲間を信じるべきだ、1点取られた、だからどうしたと言っとこう。ノン、この打球も抜けてまずい。センター、レーザービーム、妨害。Why、出川じゃないけど、why?ダメ、2者連続ヒット。2者連続ではないね。まずいな。ちょっと失点が続くぞ。ピーマン同士は急に荒ぶってきたね。コントロールもちょっと乱れてきたよ。大丈夫か。 OKOK、 いいじゃない、決めていこう。大丈夫、俺なら全然大丈夫。カットボール、ワイ、スリーワン、まずい、ファーボールあるよ。ポロリもあるよじゃないよ。際どいコースうまく決まってくれた。いや、もうこれはど真ん中でしょ。ほい、ゲッチュ。この三振を殺気してほしかった。ちょっと時が遅すぎたね。殺気してほしかった、この三振を。2点を与えてしまいました。4回のマウンド行きましょう。4回裏のイニングですね。チームはまだゼロですか。なかなかやる気というのはみなぎってこないね。点取ってくれないとさ、俺も頑張ってるんだから君も頑張れ。7回を4失点だっけな。7回を4失点以内で抑えると確かクオリティスタートですよね。なのでそれは達成したいな。まあ7回まで投げさせてくれるかどうかわかんないんだけど、まあ達成したいね。この打球も痛烈な当たり、センター前か。またもや先頭バッターを塁に出してしまったピーマンであった。反省、気をつけないと。腹立つはドヤ顔決めやがって、スプリットボール、よし。あのね、下に出てます、あの緑がスタミナですね。現在半分かな、半分ちょうどくらいかな。考えると、どうだろうかな。6回7回あたりで降板となるかな、スタミナ的にはね。よし、ここは三振いただきました。いい球だ、うまく決まってくれたね。スリー玉振ってきてくれた、ありがとうさん。カーブボール、キャッチャーサッカーちょっとポロリ多くね。キャッチャー頼むよ。あのね、野球っていうのはね、みんなでするスポーツだから、一人でできないから、キャッチャーがそんなミスばっかしてたらダメだよ。ダメですよ。ちょっとサッカーポロリが多いな。カットボール、よし、ナイス、決まってくれた。もうこれは残りはね、ピーマンの必殺技、カーブボール。はい、決まった。ゴッサンです。カットの後はカーブボール、よし、左バッター、内角をえぐってやる。だいぶ外れたな。これはどうした。痛烈な打球はセカンド真正面、エラーはないよね。おお、送球が早い
送球がものすごく早いね。はい、4回のマウンドはまあね、ランナーを許しながらもゼロですよ。5回のマウンドやっていた。チームは今だゼロでございます。勝つ気あんのか、この野郎わざとやってるいじめだよね。ルーキーいじめっていうやつですか？ルーキーいじめ、おい、後ろのやつ話してんじゃねえ。野球を見なさいよ、野球を。ずっと友達と話してる女の子いるんだけど。野球を見て、俺が思いっきり投げてるから、一生懸命投げてるから見て。ほんと客多いね。ダブル A ってこんな入るのかな、実際。イエス、イエス、イエス、イエス。釣り球ありがとう、3人。あれだね、やっぱ。この右バッターだと外角逃げていく。ストライクからボールになる。カーブ。これはね、もう打てないですよ。先に言っとくよ、そんなもん打てないですよ。打てないから分かって投げてんだ。OK、カットボール。いいね、カットボールの伸びが素晴らしい。95マイルって何キロだ ?150くらいかな、95って。わからんな。150くらいでしょうな。多分ね、90マイルが144だったと思うんだけど、ならば5くらいあるかな。まあ、多分そうだと思う。OK、OK。ここも三振ごっつぁんです。いやね、点取られた後のピッチング、いいね。完璧に抑えてるよ。いいよ、このね。すぐに立ち直る。これが素晴らしいとこじゃないか。悪いピッチャー、二流っていうのはね、打たれた後の対応がものすごく悪いんですよ。グダったりね、無駄になんか歩かせたりしてね、結局グダグダのまんま試合も負けてしまうんですよ。だが、ピーマンは違う。一流だ。点を取られた後の対応。ここまで完璧なピッチングですからね。ここでスプリット。はい、ごっさんです。ありがとう、さん。低めだね。ちょっとコツが分かった。どこ投げたら抑えられるか。先ほど言った通り、カーブ、ストライクかボールになる球。そしてスプリットのあの低めだね。あそこ投げときゃ抑えられるわ。おお、まさかの展開。いきなりやってきた。チームは4点をこの6回に取ってくれたね。ビッグイニングになったよ。ナイス。これで一気に逆転。この回を抑えれば、ピーマン勝利投手の権利を得てるのかも。得てますな。多分得てると思う。さて、しかしこの回は抑えていくよ、俺は。強烈な打球だが、全然振り遅れてるね。カットボールについていくのが精一杯ならば、ここで落としとけ。これで終わりだ、バカ野郎。何？ライトへの強い打球は、フェアゾーンに落ちたか。一瞬ファールかなと思ったんだけどね。切れなかったね。腹立つわ。腹立つ、腹立つ、腹立つわ。腹立つノリですわ。ダメ。先頭バッターを塁に出すというのは流れが良くないね。せっかく味方がさ、ビッグイニングを作ってくれたんだから、この回頑張って抑えていこうよ。デビュー戦、初勝利目指してね。当然です。ノン、この打球は強い。まずい。1点入るか、1点入るか。遅いな。センター守備遅いな。あー、ダメだ。あの球場が広いからね、結構奥行ったかな。ダメ。3失点目どうした、ピーマン。6回荒ぶってるピンチで、この回1点、次と打たれれば同点ですか。点入ればね。うわー、ちょっと今ヒヤッとした。今何あのスイング、殺人スイングだね。OK、 この打球はナイス守備、ナイス守備。よしよしよし。OKOKOK。サードのブースカバー入るのちょっと遅れたけどね。ナイス。これ取ってくれてなかったらランナー1、3塁だったからね。見て。見てよ、もうこれ。さすがメジャーの守備ですよね。そして送球。この送球の速さ、いいね。よし。ファインプレーに助けられましたからね。あとはもう自力で抑えるよ。三振しかないね。何？と飛んでいくな。ファールとはいえかなり飛んでいった。ならばこれでいいだろう。とどめだ、ファイナルフラッシュ。外れすぎ。それは外れすぎ。カットボールといこうか。微妙な変化が打ちにくい。が入らない。変化以前に入らない。ならば内角からストンと落ちるカーブはいかがでしょう。はい、ごっつさんです。どこ振ってんだ、お前。あ、もう当たっててもおかしくないボール振りやがった。ありがとうね。三振いただきました。よし、この回もぜ、もう抑える、もう抑える、もう打たれない。スタミナもちょっと少ないね。よし、よしよし。入ってる、入ってる、入ってる。カットボール。来た、ショート、ショート、エラーはいらないよ。エラーはいらない。ナイス、ごっつさんです。ありがとうさん。この回、3失点目を許してしまいましたが、同点は許しませんでした。チームは4対3、ギリギリ勝ってますね。7回のマウンドあるか、どうだ？
本日は6回まででしたね。ピーマンデビュー戦をね、うまく勝利で飾ることができました。6回を投げて3失点ですね。ヒットは6安打だか。フォアボールは1個、三振11個。三振11個。あ、今日負けてるわ、これ。勝てないのね。今日勝ててないじゃん。あー、逆転負けだ。はい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 、まさかの展開やってまいりました。 WA バロンズはまさかの逆転負けでピーマン、WA デビュー戦をね勝利で飾ることはできませんでした。6回を投げて3失点、被安打は6ですか、三振11個と驚異的な数の三振が取れたね。それ一番びっくりしてる俺がね。さて、じゃあ今回はこれにて実況終了いたします。次回も WA の試合実況していきますよ。メジャー昇格目指してね、素早くね、素早く上がりたいと思いますので。じゃあまた次回ご会いしましょう。バイバイ。